はい、どうも、にまろです。今回は、ちょっと PS4 版のマインクラフトの世界の広さを検証したいと思います。まあ、今、ここがちょうど世界の中心。で、まず今回は、東へずっと行って、どんどんマップを向いていきたいと思います。まあ、もう道中はもう早送りで。じゃ、早速行ってみようか。船が壊れたぞ。どうもここが世界の端みたいですね。東側の。よいしょ。ここが世界の終わり。だいたい2559か。これでマップの広さはだいたい分かったかな。だからこれが元の世界の自分がいたところのマップで、だいたい2個分の広さみたいですね。というわけで、まあ今回はこの辺で、まあだいたいマップの広さ、まあ、ついでに西もやっとこうか。西編もじゃあついでにやっておきます。再び世界の中心へ。じゃあ今度は西を目指していきたいと思います。よし、さっきは海ばっかりだったっけな、ちょっとつまらんかったけど。
はい、どうやらここが西側の橋みたいですね。それじゃあ再び世界の中心に戻ります。はい、世界の中心に戻ってきました。じゃあ今度は北にどこまで行けるか行ってみたいと思います。もう多分分かってるけどね、多分マップの広さは、世界の広さは 5×5 じゃな、これは。一応ワールドは最大の大きさにしてます、設定で。
だこれ。うわ、終わった。どうやら北はここまでのようです。まあ、ちょっと今回は途中新たなバイオームを見つけてちょっと良かったっすね。粘土でできたバイオーム、このちょうど茶色いところ、これはちょっといろいろ便利じゃな。じゃあまた世界の中心に戻りたいと思います。はい、じゃあこれが最後、南に向けてちょっと進んでいきたいと思います。
い、なんか海底にすごいのがありますね。これ多分バージョンアップで増えた要素かな。遺跡？ほう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 。すごいな。プリズマリン。へえ。すごい。でもこれ息が持つんか。これは何？あ、これは空洞か。はい、海底遺跡初めて発見した。ちょっと一回息継ぎ。よいしょ。で、ちょっと中を見てみよう。中は特に行き止まりっぽいな。もうちょっと面白いもん見っけたな。まあ気を取り直して続き行こうか。地図が見えねえ。よいしょ。で、多分もうそろそろ果てまで着くと思います。よいしょ。ああ、止まれ。よし。ああ、船を流されちまった。多分この辺が終着かな。豚がいっぱいおるな。勝っちゃえ、勝っちゃえ。豚肉が落ちた。もういいや。はい、ここで行き止まり。これ以上進めない。これで大体世界の広さ分かりましたね。じゃあちょっと一回家に戻ろうか。はい、お家に帰ってきました。それで今回ので分かったことが、世界の広さ大体こんな感じで、今回まあマップ埋めたんですけれども、まあ 5×5 で地図45枚分の広さだと思います。この世界は設定で一番大にしてるんだけど、ちょっと待ってね。結構バージョンアップしてからこの最終処理中が長くなったんよな。これのオプション、世界のオプション、大っ
ってやってるんですけど、まあこの世界の広さ大でだいたい 5×5 の地図45枚分の広さだと分かりました。はい、というわけで、まあ今回の検証はこんな感じで終わろうと思います。ではでは。